実況プレイやっていきます。よろしくお願いします。エーテポンゲです。とりあえず寝ようか。うん、とりあえずね、とりあえず一回寝よう。うん、で、前パートに言ったあの超絶ね美人キャラクターの、子がいる大木槌の里に今から向かいます。ビリ行ってくるね。よし、行こうよっ。こっちの奥にいるって言ってたね。傷薬は8個、うん、大丈夫だろうね。奥の方、さらに奥、なんか言ってるよ。うん、あ、そうか、こいつ話してなかったね。そういや、大木土地作ってからね。あー、一緒か、仲間なってよー。仲間なってくれないみたい。じゃあとりあえず奥の方目指していこうか。ずーっとまっすぐ行こう。鉱石もどんどん取っていった。あ、っていうかさ、ブロックさ、持ちきれなかったやつさ、めっちゃ落ちてる。しまった、ブロックにつられて折れちゃった。ブロックにつられた。あー、しまったー。ブロックらでいっぱい手に入るのに。登れ登れない、もう登れない。これ、どうやって登る。あ、登れた。よいしょ。あ、いいね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 。よし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 、行こう。ね、あんまり長いしていると、また夜になっちゃうからね。向こう側か。なるほど。落ちないように気をつけていこう。ちょっとずつ、ちょっとずつ。よし。よいしょ。なあ、どんな子がいるんだろうな。女の子だろうな、やっぱりね。女、おっさん、ガキ、美女、うん、間違いない。よし、あれかな。ん、あれ、これ夢に出てきてたやつじゃない。来るなって言ってる。おお、誰だい君は。怖い、早く逃げるんだ。早くしないと死ぬぞ。おーおーおお、はっ、間違えて。おいしょ、ヒットアンダーウェイ、ヒットアンダーウェイ。おいしょ、あー、当たる当たる。ほっ、あー、避けて避けて、後ろ、よいしょ、あー、ちょ、よく待った、よく待った、よく待った。避けて避けて、後ろ、3、よし、1、あい、1、あい、1、よいしょ、あ、くそー、バンケイ、バンケイ、オッケー、オッケー、よし、よし、いけるいける、よし、いけるいける、おつけ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 、おっ、よけろ、ここ。だいたい2発入って3発目はちょっと届かないな、敵が動いちゃうから。ここ、近づきすぎると当たってダメージ食らっちゃうからね。倒したよ。うん、状態のいいヒノキの棒拾ってね。ん？あー、拾ってねって、自分がってことか。君は、まぐれで勝ってたのかもしれないけど、やっぱり人間は魔物にはかなわないみたいだね。お互い魔物に手を出すのはやめて、ひっそりな生きていこうじゃないか。それじゃあさようなら。これからの君の子、あれ？なんだって？旅の扉の先に人間が集まる町がある。
それで僕のことをさわざわざ探しに来てくれ、あ、こいつだったんだ、こいつだったんだ。ケッパーだ。あ、ついてきてくれる。まずは君の町に行く。ついてこい。どうしようかな、キメラの翼で帰ってもいいんだけど、せっかく二人で歩いてるんだし、ちょっと探索してから帰ろうか。マップどうなってんだろう。なんかあるよ。なんかあるけど、あれ多分まだなんだろうな。いや、いける？これってさ、ブロックをさ、こう、積んでいきゃさ、いけない？こう。トゥルルルルルルル。トゥルルトゥルルルルル。不思議な力に拒まれちゃった。なんだこれ。トゥルルル。よし帰ろうか。結局結局すぐ帰る。ただいまー、ビリー、また変なやつ連れてきたよ。ごめんね、ビリー、なんかむさ苦しいやつばっかりで。ごめんなー。あ、そうそう、新しい祭人を連れてきたんだろ。ひょっとしてあいつが、あいつのあの装備、兵士気取りのやつとかじゃ、ねえだろうな。だとしたらまた危険なのか、来たな。あんなやつの居場所を教えるんじゃなかったぜ。どうして兵士がいたら危険なの？人間は集まるとろくなことがねえ。それが、戦いたがりのやつなら、なおさらだ。お前どうして、城壁都市だったメルキドの町が滅びたか知ってんのかよ。悪いことは言わねえ。これ以上は人を集めたり町を大きくして、ああなるほどね。あん、なら竜王の目につくとかそういうことだろうね。魔物を倒しうる力。うん、ロッシはもう激ビビリだね。一応礼だけはしておくぜ。あ、ありがとうね。うん、逃げ腰じゃダメだよけど、ロッシ。うん、一緒に戦おうぜ、お前も。なあ、情けな、もう一生そうやって生きてくのか、お前は。違うだろ。よし、60まで上がった。ああ、もうビリンが料理作ってる。偉いなあ、偉いなあ、ビリンは。あの緑の帽子のやつは何もしねえからな。兵士気取りの、こいつは、ちょっと、戦闘とか手伝ってくれないかな。うん、力がみなぎる。頭の中もすっきりと冴えてきた気がするぞ。ありがとう、エテコ。僕もみんなと一緒にここに住ませてもらうよ。メルキドの傭兵の子孫だ。町を守る役目なら任せ。おお、いいね、いいね、いいね。頼むよ、ビリンを守っておくれ。ちょっと待て、早急にベッドを用意しなくては。またビリンの横に寝られてはかなわんからな。よし。おっさんはどこだ、おっさん。ああ。はだ、くしゃみが。おっさん、おっさん、あ、出てきた出てきた出てきた。
おっさん何？得てこよう。どうやらまた魔物たちがこの地に迫った。またしかし油断は。ちょっと待て。まだ。オッケー。ちょっと準備しよう。魔物がねやっぱ入ってきちゃうから、まあ乗り越えて入ってきちゃうもんな。結局3段とかにしとけばいいのかな。ここしとけばこっち側からは入ってこれないかな。ビリンがな、ビリンが危険にさらされるのは嫌だからな。あいつちゃんと寝たよな。ちゃんとこっちで寝とるな。それだけ確認させてくれ。あれお前何してんの？寝ないの？あ、え、もしかして。おお、やる！お、やるね！兵士気取りよ！お前、なかなかやりよるやないか。お、手助けしよう。兵士気取り、お前。マジ、マジよ。いいね。こんな、こいつさ、もうどう違うの？頼むね。よし。ここちょっと一個上げとくか。あ、間違えて壊しちゃった。壊しちゃった。立てとくか。立てとこう。よいしょ。なんか作っとくもの、コンボ1個増やしておこうか。あとは盾作りたいな。毛皮がちょっ毛皮が足りんか。毛皮はあれだよな、大きづちとかだったよな確か。作れそうにない。いけるかな。ちょっと藁の扉をさ、ちょっと作りたい。一個、もう一個。よし。で、セット。1個多かったか。せっかくだしちょっとここら辺にさ、なんか建物建ててみようかな。せっかくだしね。多分なんかキャラバンじゃない、キャンプレベルをさ上げなきゃいけないだろうから、どっちにしろね。ここ埋めよう。よいしょ。おお、見回ってるね、ちゃんと。偉いね。偉いね。よし、こんな感じで。あ、せっかくだったらここ使おう。ここを使おう。いいね、いいね、いいね、いい感じじゃない？いい感じじゃない？で、こう、ここら辺、ここら辺かな？ここら辺まで、ちょっと引いて。おい、おい、おい、おしおし、来た来た来た、おしおしおし、いけ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 。あーしゃ、いいね、いいね、いいね。いいね。いいね。兵士気取りやるやないか、お前。よいしょ。よいしょと。
こんな感じでね。いい感じ。間違えた。で、ここに扉つけりゃよくない？ちょっと入り口を前に出す感じ。ああ、こういう感じで、ここにこうバンとで開けて、松明そうだ、松明持ち歩いてなかったね。あれ、もう松明なかったっけ。作らんとな、松明作ろう。どうやって作るんだ。あ、あったあった、これいっぱい作る。40個も作っちゃった。よし、よいしょ。これで部屋にして、ここも部屋なんのかな、なるかな。あー、なるなる、段差があってもなるんだね。へえー、よし、じゃあ一丁行くか。てか、てかお腹減ってる、お腹がすごく減ってる、お腹が減っているよ。なんか食べ物、柿はないしな。キノコ食べようか。食べる。ビリンが作ってくれたキノコを食べる。お前何やってんだお前、これ。盗み食いか。よし、食べよう。危ねえ、壊すとこだった。マックスにして、よし、じゃあいざ戦闘といきましょうか。オッケー、来るよ。しゃ、兵士気取り行くぜ。どっちや、どっちや、そっちか。よし、来た来た来た。町に入らせる前に殺す。町には入れない。兵士気取り行け。よしよしよし。おー、兵士気取り、兵士気取り、兵士気取り、気をつけ。おっさんも来た、おっさんも来た。おっしゃ、行け行け行け。お、いいね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 。あ、やばい、キメラが来た。キメラはやばい。火飛ばしてくるから気をつけて。火飛ばしてくるよ。兵士気取りがやばい、死ぬ。兵士気取り、ちょっとお前、お前ちょっとガード覚えよう。ガード覚えよう。避けるってこと覚えよう。避ける。これ死んだらどうなるんだろう。大丈夫なのかな。おしおし、囲め囲め囲め。いてえ。おし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 。お、なんかする。やばい。おしおしおし。くらい。おし、いたいたいた。おっしゃい。お疲れ。あ、木の実。いいね、なんか徐々に人が増えてきて、なんかいい感じになってきたね。びっくりマークが3つも出てる。誰から行こう。やっぱビリンからだよね。やっぱりビリン。